どうもレオです。ポチです。いつもご視聴ありがとうございます。それではサカツクロードトゥーワールドがじゃあ行っていきたいと思います。はい、4周年おめでとうございます。おめでとうございます。いやいつも楽しませてもらってますが、はい、いやもうてっきりスペインが来ると思ってたの、あの流れスペインだったじゃん、うん、さらにレジェンド、うん、スペインのレジェンドどこの騒ぎじゃなかった。サッカー界のレジェンド、神こっちでも知ってる、知ってるでしょこの方は。ええ、神様ペレがエレっていうの出てきてたんだけどね、あの偽名選手でね、はいはいはい、ペレが出てきました、うん、でロナウジーノもいるし、うん、ネイマールもいるし、ダニアウベスもいるし、マルキーニョスもいるし、うん、みたいな、もうブラジルですね、がっつりで、今回そのペレが、ま、王国の支配者っていう、うん、まあキーマンね、うん、持ってて、レジアスシュートってのも新しいみたいでね、うん、キーパーのスタミナ大ダウン、フォワードスタミナ小回復、自身のシュート超特大アップ、うん、また次から次へとさ。でネイマールがレーン持ち、うん、左サイドの暴風、うんうん、マーベラストラップ、ほうほうほう。で新しく増えたのがね、ロナウジーニョなんですよ、まあ、曲芸師ラン&ストップってなんか、うん、うん、確かっぽいんだけどさ、うん、これコンボっていうので、うん、どうもチーム戦術ポゼッションの時に編成時の範囲内にいる選手、得意戦術がポゼッションの選手のドリブルとトラップ中アップ、うん、ドリブル意識の中アップ、うん、さらに自身との連携を一段階強化、うん、っていうことらしくて、なんかどうも見てないけど、あの自分がまだ実際取れてもないし、うん、今まで真っ赤な連携線だったのが一個上の紫っていうのに変わるらしい、うん、でコンボっていうこのスキルというかが初なんで、うん、アビリティがね、うんうん、まあ、今後多分これを皮切りにコンボ持ちっていうのも出てくるのかな。なるほどね。うん、連携の魔術師ね。なんかまあこれは見ようによるのか、ロナウジーニョって割と自分で好き放題行くタイプにも思えたんだけど、まあでもそれでも連携は取っていたという判断なのかな、うん、なんかまあこういうのが出てきました、はい、であとはまあ普通というか、まあ全然強いんですけど、パケタがいたり、うん、でまあでこれあれだね、あそこに出てなかったよ、アレクサンドロがブラジルの誇りバンディエラ持ってます、うん、状態だったりっていう、であとアウベス、マルキーニョスで、シウガに、あとアリソン、うん、キーパーまでいるっていう、まあまあ全体的にいますよってことだね。これまあ全員取ればなんかそれっぽく新しいフォーメーション組めるんじゃないみたいなセットっすね。でまあ僕はちょっとスペインしか応じたので10連しか引けないですけど、神を狙う、神を狙う、そして今ショートで上げてると思いますけど、まだ出ないんで、直前スカウトの方が、うん、ってことはここで出るんだね、神様が来る、うん、神と。でコンボも気になるから、やっぱで、あとロナウジーニョ好きなんでね、はい、そこも欲しいとこですけど、うん、行こうと思うよ、うん、お願いお願い、神様来い、神様来て、なんか長い、神様入ってる、神様入ってる、降臨中、降臨中、うん、これ本当に今これ天からこう神が降りてきてる、降りてきてるの、通信環境嘘でしょ。ああよかった、これこの振りがいい方向に行ってることを信じたい、しにくいって、頼むぜ、どうどう、全然あれだな、お、はい、神様、はい、いやー SP はダメなんだ、来ないの、来てよ、来てよ、見たいよ、4周年の祝福を僕にください、あ、来た、あ、違う、ブラジルの人来てくれない、ブラジルの人聞こえますか知ってる人少ないかもしれないけど懐かしいけど、俺は、はい、あ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 、これは
神ではないけど特別獲得枠が仕事した、聞こえたんじゃない、聞こえた、聞こえてた、うん、一番そっぽ向きそうな人が来たね、ありがとうロナウジーニョだよね、間違ってたらびっくりだよね、よしやったやった、ありがとう、よかった、これ一瞬さブラジル用の新しいさ、うん、あの枠になってんだけどさ、うん、星4と間違うよね、間違う、いやよかった出てくれて、やったね、やったぜ、いやでもペレは気になるな、うん、まあこれはこれで追ってこ、うん、後でね動画外とかになると思いますけど、うん、追いつつ、まあ4周年を皮切りに、うん、新しいリーグとかも出てきたみたいなんで、うん、楽しんでいきたいと思います、まあ、コンボの性能もちょっと見てみようと思うので、ね、はい、まあ、じゃあ今回ここまで、最後までご視聴いただきありがとうございます、コメントチャンネル登録していただけたら嬉しいです、では次の動画でお会いしましょう、またねー、バイバーイ。